ってなんか結構有名じゃないですか。聞いたことあるんですけど、めっちゃ。あ、そう。はい。京王線で。はい。結構栄えてて。そうそう。うん、綺麗な感じだね。そうですね。おしゃれな街って感じで。うん。久しぶりですね。こういう商店街がめっちゃある街って。ね。はい。じゃあ早速行きましょうか。はい。それではレッツゴー。はい、ということで本日は調布市の千ヶ駅に訪れました。駅周辺はおしゃれな街並みが広がっており、とても住みやすい街になっています。そんな千ヶ場駅周辺で公園で遊んだり食べ歩きをしたり、美味しいご飯を食べたり楽しんでます。ぜひ最後まで見てください。ね、もう駅出てすぐにね、もう商店街みたいなのがありますね。栄えてますね。ね、てる、なんかおしゃれな街って、そうそう、感じ、世田谷区みたいなさ、はいはい、綺麗だよね。ちょっと上品な雰囲気あるよな。うんうんうん、なんか最近新宿とか渋谷とかばっかだったから、そうそうそう、落ち着くな、こういうとこ。意外とお金持ちの人が暮らしてたりしそうだね。確かにね、綺麗だな。うん、来るときブランド物 の身につけた人が結構多かったです。うん、てかおしゃれだな。おしゃれだね。なんだこの街というか、綺麗。ビルというか建物とかあったりとか。伊勢丹だ、伊勢丹。クイーンズ伊勢丹、すごいおしゃれな街並みですね。無印とトマズ、なんかめっちゃ面白そうな。ちょっとあれやってきます。めちゃ、え、何あれ、めちゃくちゃ面白そうじゃね。なかなか見たことないよこれ。見たことないよこれ。どういうやつ。ああ危ない危ない危ない。これどういう遊び。座るんすかね。いや、寝転がるんじゃない。ブランコのまたちょっと違う版だよね。2人でも乗れるとかなんじゃないの。これ多分1人で寝転がって。あー、なるほど。そういう感じ。これだけですか。リーダーもおいで。しかも子供が乗って。あー、そういう感じなんだろうね、きっと。なんかブランコのなんかいいバージョンみたいな。リーダーが押したびちんちんキューってなります。どう、面白い、面白い、交換しましょう。いや、ではどう。あ、面白い、面白い。これ、子供絶対喜ぶわ。だろうね、これ。あ、危ない、危ない。危ないよ、危ないよ。めっちゃ怖い。再び別の商店街。商店街。すごい。こっちはちょっとあれだね。こう、さっきと違って細道で、なんかこう、田舎臭さもあるというか。そうですね。うん。いや、でもバーガーキングあるからすごいですよ、ここ。バーガーキングあるのはすごいこと。バーガーキングって結構 数少ないんで。確かにね。はい、意外とセカストもある。でっかいセカスト。セカスト、いや住めるな、はい、意外と。だって新宿までだったら近いでしょ。新宿まで。そうやな、めっちゃいい場所だね。てかもうここで結構その成り立ってるというか。そうっすね、もう新宿行く必要ないぐらい、うん、結構栄えてるな。長っ。すごい長く、 めっちゃ長くない、この商店街。すごい。なんか人もそんなに多くなくていいね。めっちゃいいっすね、ここ、千川、うん、そう。あ、やばい、やばいの見つけた。はい、中華食堂一番館。これがあったら完璧です。これがまずあるかないかでさ、引っ越す場所って決めるからね。そうですね。酒飲みやな。そう、最寄り。酒飲みはこれがあるかないかで引っ越す場所決める。そうそう、最寄りはね。ちょっと家の契約更新ミスったな。千川だったな、正解は。ね、え、引っ越しするの。いや、もう引っ越ししようかと思ったんですけど、結局契約更新したんですよ。ああ、そうか、はい。あ、そういうことか。なんか唐揚げ屋さんが発見です。トリちゃん、トリちゃんはこれ初めてだよね。多分ここにしかないんかな。うん、ちょっとなんか食べてみますか。はい、ね、唐揚げ。はい、はい、ということで千川駅から徒歩3分の唐揚げトリちゃんさんにお邪魔しました。桃唐揚げ、鶏皮、ヤンニョム唐揚げをそれぞれ注文しました。はい、買ってきました、はい、唐揚げ屋さん。鶏皮、ヤンニョム、これはもうシンプル桃唐揚げ。いただきます。いただきます。うまい、うん、うまい、うまい。やっぱうまいな、鶏皮。やっぱ食べ歩きの定番だよな、唐揚げって。うまいっすね。唐揚げも本当、いろんな地域のいろんなお店の食ってきてるよね。そうっすね、うん、意外と唐揚げマスターですよ、うん、やっ
っぱ唐揚げってうまいよな、うん、テリーさんの唐揚げの天才、うんうん、あれがどんどん今閉まっていってるって急激に増やしてたもんね、うん、多分儲けるだけ儲けてマイナスになる前に早く撤退するっていう賢いやり方なんじゃない、うん、上手ですね。唐揚げブームになってめっちゃ増えてちょっと落ち着いてきましたもんね。唐揚げブーム、うん、タピオカみたいなね、うん、はい、何やらね、こちらにでっかいホームセンター島中があって、でなんかホームセンターなんだけども、フードコートとかなんかいっぱいあるみたいよ。何でもありますねこの町ね。さっきもね伊勢丹のねビルとかもあったし、すげえな。ちょっとここ入ってみようか。はい、ね、行きましょう。ホームセンター本当テンション上がるよな、うん、ペットコーナーだったらペットコーナーみたいな。あ、ペットコーナー見ようよ、はい、うわ、え、何これ。すげえトカゲ。うわ、でっか。イグアナ。イグアナの一種というか仲間。トカゲ、トカゲ、トカゲ、トカゲですね。へえ、ちょっと俺怖いわこれは。怖いですよね。うん、これでも育てるってなかなか。すごいな。怖いよ。こっちにもいるよなんか。え、何？これもなんかトカゲみたいなやつ。トカゲやな。かっこいいですね。恐竜やん。ね、首が恐竜なんか。マジで。ヘビとかもいる。あれだね、爬虫類系だなって。こう、ね、こういう金魚とか可愛いのもいるけど。いや、テンション上がるな。こんなホームセンターにね。ね、カエルもいる。あのカエルとかね、俺考えたんですよ一回。あ、本当？ウサギ行く前に。へえ。ちょっと大変そうなの。虫がちょっと無理なのでやっぱ結局。俺カエルだけは気持ち悪くて無理だな。あれさ、エサだって虫やもん。そうなんですよ。カメがいるよ。カメだこれ。ちっちゃいカメ。可愛い。これいくらだと思う？2万5000円。すごいね。うわ、これなんかゾウガメの赤ちゃんみたい。多分これ海にいなくていいカメなんだろうね。陸ガメ。だよね。はい、すごい。あ、でも可愛いなカメ。見て見て。え？スキンクだって。めっちゃ珍しいトカゲ。でもこれちょっと俺無理だなこれ。あ、ですか。飼うのはちょっと気持ち悪くて無理だな。すげえ。可愛い可愛いほら。あ、これぐらい。飼える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 。うわ。これちょっと苦手な人も苦手でしょ。でも可愛いな。可愛いけどな。これ俺無理だわ。俺これ肩の上乗ったら気絶するもん。これとかすごいで。ね、これでっかいスネークね。おむつしてるカメが。可愛い。すごい。餌食べてる餌。レタス食べてる。可愛いな。はい。あのね、2階にフードコートあるんですけども、はい、4店舗ぐらいあるみたいよ。すごいな、立派だね、うん、だってここホームセンターだからね。そうですね。ホームセンターの2階にフードコート、ね、でちなみにこのニトリのこのみんなのグリューっていう、ニトリが経営してるステーキ屋さんと、モス、花丸、リンガーハットか。リンガーハット。ああ、じゃあ家族と来ても喧嘩しないですね。そうね、うん、ちょっとせっかくだからね、ここでご飯食べましょうか。はい、食べましょう。はい、フードコートで注文したのは、阿部ちゃんが花丸うどん、一村がモスバーガー、翔ちゃんがニトリダイニングを注文しました。はい、買ってきました。はい、これモス。これはニトリ。これは花丸うどん。これニトリがなんか最近出したステーキ屋さんらしいよ。チキンステーキ500円でした。安い、うん、お値段いい。いただきます。やっぱこの時期のやっぱ、ね、冷たいうどんが。いいですね。モス、久しぶりやわ。あ、さっぱりいいね。やっぱバンズがやっぱふわふわやな。モスってやつうまいよね。うまい。ホームセンターが出してるステーキ屋さん。そうですね。だから外見もちょっとホームセンターっぽいですね。あ、そうだね、うん、木目の感じで、まあ、会社の偉い人来てるのが、俺を担当してくれたのがちょっとおじいちゃんだったんですけど、めっちゃ緊張してました。後ろに立ってるからみたいな。何げ、今気づいてんけど、モスバーガー50周年記念らしい。あ、そうなんだ。ああ、1972年、1号店、なりまし。なりますなりますなりました。やっぱポテトは断然マックハイ。あんま好きじゃない。これはモスだわ。あ、そう、ポテト、ね、そのホクホク太いやつ。あ、そう、これマックなんですね。
まあ、コツもなくバーガーはやっぱ出来たてだったらマックがうまい。ただ、まあ、とかね、さ冷めたらもう、もう一気にさ、ゼロ点になるね。おじいちゃんもうスタイリング時、めっちゃ早く帰んなきゃいけないですか。そうそう、冷めた瞬間にゼロ点になるからすごいですよね。あそこまで冷めて美味しくなくなるのマックのことの以外ないっす。まあまあ、まあ、これは意外と好きやね。ヨボヨボのポテトも、いや、これはね、もうね、食い物じゃなくなりますね。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした、うん、もう安定で美味しかったです。なんか、ニトリもイケア見たくなってくるんですかね、これからね。可能性あるね。はい、楽しみです。はい、はい、ということで今回は仙川です。仙川もういろんなのありすぎたね。うまいな、うん、めっちゃ楽しかったっすよ。そう、楽しかったな、はい、てかめっちゃ住めると思う。うん、住める住める、うん、はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございます。ここでチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。